というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。タクトですかね。はいはい、はい、なんかガチャがみたいな話でした。まあそう、今回まあまたカミュですか。はい、まあ、来ましたよ。来ましたね。これまあ前回のベロニカでも言ったんだけども、まあ、僕はね全く思い出がない。なんだろう、ね、すごい人気じゃないこのカミュって。なんかかっこいいんすよ、本当にいいキャラで、で妹のためにすごい頑張るお兄ちゃんなんですけど、ほうほうほう、あと強いと。かっこいいっていうのはよく聞いたよね。いや本当にこれはね、全別にビジュアルだけじゃなくて生き様じゃないですか。全部を通してもかっこいいなのね、はい、ストーリーをやればやるほど、うん、ああかっこいいなってなるキャラだと思います、はいはいはい、僕は。なるほど、はい、でまあまあガチャ回しましたよ。はい、でまあここはね本当に天井ですよ。あっさり天井きました、はい、はいはいはい、まあ、全く出ずに何連したか分かんないですけど、今多分動画ね流してますけど、はい、で最終これね、まあ、もうほらこのチャンネルはガチャがメインのチャンネルじゃないんで、はい、もう撮ってないですよ全然ね。僕も気まぐれでやってますから、はい、毎日のようにね何十連してるとか言ったじゃないですか、はい、最終ですこれ600連で貫突できずです。600連、はい、600連ってことは天井何回引いてんだ。だから150で天井来ますね、はい、で300円目に確定は変わりますよね、はいはいはい、でそのもう300先ですよ、はい、そこまで行って貫突できずです。何突だった？4突だったんですね。これだからまず天井で1体引きました、はい、150連の天井ですよね、はい、ほんで200連目の確定枠あるじゃないですか。ありますね。あそこで自力引いてるんです。これ初自力やっと、はい、ほんで3枚目、まあ、300連目の天井ですよね、うんうん、ここで2体目、はい、だからこれで今2突状態、はい、ほんで500連目かな500連目の確定枠でまた、あ確定枠は引いてないか、はい、そうか今2突でしょ、うん、ほんで、道中ですね、はい、これは僕数えてたんですけど、はい、S27 枚スルーしました。27枚。そんで28枚目に自力です。これやっと。そう、ちょっともう寂しい、ここで4体で3突、はい、でまた最終600連目まで何も引けず、そこのマックスまで行っての、4突ですよ。ほんでもうしょうがないし、これねかけらも、かけらと、まあ、モナンメダルも150枚超えてたんで、はいはいはい、まあ、ちょっとどっちにしようかなと思ったんだけど、まあ、モナンメダルは別でも使いたいなと思って、うん、まあ、とりあえず英雄のかけらですか、はい、これ56枚を強引に交換しましたよ56枚。マスターメダル減った減ったああなるほど、ね、そこ変えて56枚ってことは44枚必要なわけだから、はい、88枚いるわけです。マスターメダルが全部使って、まあ、これで使って、まあ、ようやっとかと、さすがにあと1でもう1回ね、もう1周行こうなんてちょっとさすがに思えなかったんで、びっくりした後だもんな。はいはいはい、新年早々、まあ、新年早々ね。でこれね、まあ、やってますよやってますね。やってると思ったことが結構あって、はい、まあ、この今ね流してるガチャの中ではどうか分かんないですけど、はい、まずねゲリオンバカバカ出て、ゲリオンが、おい虎年とかいらないんだよな、ね、こういうのいらないの、はい、ゲリオンととにかく煉獄長はね貫突しましたよこの27枚の間にそのぐらい出た6体ずつ出たぐらい、それやばいな。そんでね、あのデーモンバウムですか、この A のピックアップキャラ、なんか赤いやつ、はいはいはい、これを貫突するのも200連超えたんですよ。ほう、ね、で要するにそこで貫突してようやっと、まあ、6体引いたってことですよね。ですね、まあ、ポイントでいうとプラス50になってるんですよね、うん、ここで多分ね、はい、このあとですよ、バカみたいに出た、あっ感動した。あとね、本当にこのタクトガチャあるあるなんだけど、はい、A はピックアップが貫突した瞬間から異様に出始めるというね。もうだから1回の10連で2体とかそういうのがさらに出てって、最終600連までに19体になってたんでね、ほう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 、240でようやっと貫突したキャラを、まあ、最終19体で13体スマートフォン、そう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 、やばいな。ああこれはねいかんよね、 A を絞るなと前からずっと言ってますもんね、口を酸っぱくして言ってます、はい、もう A を絞るにゃさんなとね、一生言ってるほど、はい、これねでもやってんなと、まあ、たかがね、まあ、600連、はい、まあ、これあるっちゃあるでしょって思うかもしれないですけど、はい、これダンマンダンね、ああマシェリッチ、おこれ僕よりさんでした。これ多分ね600連で自力ゼロじゃない、ゼロ3突って言ってたんですよ確か。ってことは全部天井を3回引いただけでしょ。本当だ、ね、そうだよね、150300で450の600だから1234で4体引いて3突だから、そうだよ、自力なしの天井で4、そうそうそう、はあ、そういうことね。えそのはずですよ、もし4と、あ3突ならば、はい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 、でかけらとメダルを両方使ったっていうこと、両方出ますよ。ほんでその後ですよ、団長さんもトリプル天井って言ってたんで、マジで、
これ多分600連のことを言ってんじゃないかな。そんなギルド1位狙い撃ちされてるんですね。こんなね自分だけじゃないですよ、周りですよ、この周りにこんないるんですよ。これはもうこれやってるでしょってことですね。新年早々もうね、なんだろう、27枚スルーしてる時はもう出る気なんかしないですよ、何にも。ああもう S の虹が出ても何にも思わない。もう全部スキップしてましたけど、もうほぼね、はい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 、にしてもね。で確かマッシェリッチもね、はい、動画見たけどゲリオン出てたな。こういうお茶目はいらんと。で考えてね、これはちょっとお茶目のつもりでよく言ってるでしょ、僕、はい、あのドラゴンタワーの時に別のドラゴンいっぱい出たとか、カイザードラゴンがいっぱい出たとか、こういうお茶目をよかると思ってやってるかもしれないけど、その瞬間に確率詐欺だよっていうのが分かってるの。まあ実際やっていたのの話なのですが、まあそういうことですね、はい。いやーやったなと今回は。新年早々これまだ来るんですかね、多分もう一回ガチャ来るじゃないですか。いやそうですね、月末かな、おそらく。そうです、ウルノーガの、まあ来るんだけど、まあ継続するのかな。これあのね、大の大人からお年玉の回収とかないですから、ね、そもそもね。そうですね、勘違いしてほしくないですよ。どこからも収入得てないですからね。そうお正月も高校生とかね、パチンコ屋も同じなんだけどね。正月に大人から回収するなんて話。出費してる側ですよこれ。確かにね、渡してる側だから、そこからさらに絞る必要ない。だからまあまあ僕だけだったらね、はい、ハマりましたよぐらいで終わるんだけど、はい、周りに2人も他にいて、ね、そうですね、うん。でもこの A の確率とかを見るとね、とにかくこの A ひどすぎる。これだから本当 A はね、ピックアップ A に関しては貫突した瞬間に通常確率になる。あー、それちょっと絞ってるところから、そうちゃんとした確率って出すと。そのためにわざわざプログラミング組んでるかもしれないですね。ねえ、何にしてもかぶりからしてね。まあね、だから僕本当思うのはね、だこれ実際さ、はい、パチンコとかは、はい、まあ、機種ごとに乱数って表示するんですよ。ありますね、まあ、あの雑誌にですけどね、はい、まあ、要するに大当たりがここにあって、うん、こっちが外れの 分母が全部出るわけですよ、はい。まあ、でもガチャってそういうのは絶対公表しないでしょ、言ってるだけで ねただ何パーセントって出すだけですからね。一体どこで抽選されてるのかっていうのも実質わからない。タイミング的にね、パチンコはへそに玉が入った瞬間に抽選される、はい、でもガチャはね、まあ、決定をした瞬間だと思うんだけど、はい、これだって勝手にみんなが言ってるだけであって、まあ憶測ですからね。どこですよとは言ってないですよね、これ多分ね、はい、多分言ってないですよね。じゃないですか、みんなお願いしますとか言ってやってるけど、ポチッとね、全然そこじゃないかもしれない、買えないかもしれないし、なんなら僕ワンチャンもうね、なんつうんだろう、はい、向こう100連ぐらい決まってんじゃないかと。あ、すでに？そう。あー、なるほどね。毎日の更新、日々の日付5時更新で、向こう100連ぐらいの、もう出目が決まってんじゃないかと僕は思うんです。もうじゃあ、その段階でいくら何をしようが、そうそう、もう決まっちゃう。変わらないと。なくなっちゃってたらもう。いや、でも、別にゼロじゃないですよ。まあ、もう可能性としてはありえますからね。はいはい、はい、だってガチャはどこを押した瞬間に抽選されますとか、何も言ってないんだ。多分ね。まあ、そんなぐらいの気持ちにもなるってことですよ。まあ、そんだけハマってたら。いや、本当にそうそう。沼どころじゃないですもんね。うん、深いな。そう、だからそれをまあなんか戦闘力だとか総合課金額とか、はい、まあ、こういうので計算なんかうまくできてんじゃないかなと、うんうんうん、この人は出なくてもここまでやるから。そうそう、だからもうこういう風になってくると、はい、もうあれですよ、戦闘力の上の人間とかはみんなやられてますよこれ。まあなんかそんな気しますね。本当にみんなの統計絶対に貫突するんですから。そうです、それ考えれば、はい、10万で貫突させるより30万で貫突させるもちろんそうなってくるんで、ちょっと絞るだけでその20万の利益が出るわけですから。ダンマンダンだとこれね、まあ、ギルドでガッチャガチャスタミナ使ってましたよ。はい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 、これはいけるなと。こういう、うん、本当にそうじゃないかと思っちゃう、ぐらい。ちょっとぜひ公表してほしいですね。してんのか分かんないですよ。よくネット上で紙引きだなんだっつってね、はい、2枚抜きとか3枚抜きとかやってるのあるけど、大体知らない人ですもん。まあ、有名な方がポーンやったのは見たことない気がしますね。見たことない。ハマった報告はいっぱいあれどね。僕らって3枚ぐらい抜いたらやりますよ。いや、絶対やるでしょうね。出したことないんだもんね。基本沼ってるってやつもね。はい。ベスキン2枚とかありますね。まあそこのワンペアはね、もうまあ今最近あれですけども、これからどんだけ。まあちょっとね、新年早々って考えるときつかったなって闇が深い。まあもうだから本当に大のコラボ以降で一番ハマりましたよ今回ね。ああ、そうか。じゃあちょうど1ヶ月ぐらいですか。そうですね。まあ大のコラボはまあ言って、豪華スタンプだったからね。ああ、まだ、まあそこまでのハマらなさっていうのはあったかもしれないですけど、はい、ベロニカにしてもね、400連ちょっとぐらいだったんですよ、監督がね。やってるけど、はい。まあ、600超えてきたのは久しぶりかなと。なるほど。ちょっともうなんか、まあ自分の最高がなら今のところよくわかんないんですけどね、数えてた中ではセラフィーの700何十連っていうのはあったと思うんだけど、まあ当時これ天井がない時代だったな。さらに厳しいか。うん。まあそう考えると天井があってってのはさらにやばいな。そう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 。はい、ってことだ。自力ね、27枚スルーしてみなさいよ、これ。
おかしなことでしょ、考えれば。ありえないですよ、ちょっとね。無課金帯で27万 S を出すことないでしょ。ないです、ないです、ないです。そんなもん、統計もクソもないですけど。ね、はい。それをスルーしちゃうわけです。いや、まあでもこれはね、スタッフさんアンチはみんな飯うまなんじゃないですかね。そうです、そうです。だからまあまあ、僕は今回はね、もういいネタを提供してるんですけど、はい、ちょっといいね増えねえかなと思ってますけど、本当そうなんですよね。だからやっぱ僕思うのはね、はいはい、あともう一つ思うのは、一気にガチャしちゃいけないんじゃない。ああもうポンポンポン、もう毎日10連とか20連とかもう期間内でゆっくりやる方が確率上がるんじゃないかな。もうボコ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 スキップしてりゃもうなんかね探知されるんですよ、そこら辺が。あ、今使ってんなーって、やってるやってるってこいつ、絞れ絞れ絞れ、そう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 、戦場まで行かそうみたいな、そういうのもあるんじゃないか。はいはいはい。もうね、なんかなんつうんだろう、もう大手のそういうね本部じゃないけど、はい、もういろいろアカウントのランプがあってピカピカすんだ、ガチャってるガチャってる、ここ絞っといてーっつって、そうそう、もうボタン一つですよ、はいよーから、そういうバイトがいるわけですよ。これ常になんか押すバイト、そう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 、絞る、時給1000円ぐらいでね何人も雇ってて、うん、光ったら押したいって、光ってるところは今ガチャガチャ中ですみたいなね、これアカウントも全部番号で振り上げられてるわけですよ。いやこんなんなってんじゃないかと考えちゃう。いやでも本当それがありえるぐらいの、うん、だから僕が会社ね作ったらありえますもん。それは言わない方がいいんじゃないですかね、いろんな意味で。そこぐらいまでいくかもしれない。なるほど、こと細かに、はい、まあ、何にしてもとにかく廃課金者かもと、もうこれだけはもう絶対変わらないですから。まあ上さんからしてみたら、ね、そうですそうです、どんな商売でもカモを見つけるんですよ、うん、何にしたってね、うんうんうん、まあ、これがまあガチャの本当の闇を、いきなり2022年早々から食らったとさあ明るい未来があるといいんですけどね。だからね、この次のガチャでね、はい、これがうまいこと就職されればね、うんうんうん、まあ、いいんですけど、確率その多分そういうことはないと思う。またハマりかねると、はいはい、なんでまあまあちょっとね次のガチャも注目してもらいたい、あるのがまあ再来週じゃないですかね、はいはい、まあそういうことで、はい、じゃあ私は翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。